どうこんにちは、こちからです。はい、今です。いや、大変でございました。はい、やっと終わりました。やっとご飯が食べました。はい、はい、ここね、市場なんだ。すっごいでっかい市場。これマップで見ると分かるんだけど、全部食べ物。はい、でこの中で僕が一番おすすめしているところの食べ物を食べる。おー、楽しみ。お腹空いてる。一応ね、世の中的にはそこよりもっと美味しいところがあるんですけど、ゆっくり座れる。だから僕はそこが一番食べやすいなと思ってます。じゃあ行ってみましょうか。レッツゴー。イエーイ。やばいでしょ。人がもうぎゅうぎゅうでしょ。ぎゅうぎゅうでしょ。これこれね、ご飯の前にスリッパがある。すごくない？フィッシャーズです。これがこれがもう韓国のフィッシャーズです。ありがとうございます。これ5000ウォンだって話、うん、これ一番安いじゃん、今までより。あー、おいしいおいしいおいしい。みんなやってるとかっておいしい。これはもうここでもう酔っちゃうから。え、お酒ですかそれ。うん、お酒ですか。ヤクルト。いや、海苔を買ってます。お土産でね、頼まれてたんです。このヤクルトおいしいね。うまいっすね。なんだろうね、めっちゃ韓国。2000ウォンディスカウント。おまけ5000ウォン行けんで、ディスカウント。イエーイ。ナイスじゃないよ。ナイス。ワンモア。ワンモア。ありがとう。やばいです。菓子いっぱい。ちょっと人が多すぎるので戻ります。これね、もともと入らなくても僕おすすめの店に行けるんですよ。なんでなんで。あえてこの雰囲気を楽しんでもらって。あ、楽しみました。ゆっくり食べたいでしょ。そうですよ。ゆっくり食べられるお店知ってるから嬉しいです。いや、なんでこの道通ったって。ゆっくり食べれるから。そうですね。ほら、トウモロコシだ。トウモロコシの職人だね。Thank you。 なんかうまそう。買ったの？買っちゃいました。食べます。めっちゃ脂。ご飯食べるんだよ。いや、今からご飯食べるんだ。あんこじゃ甘くない。甘くないな。あ、そうなの。買ってしまいました。あんこね、甘くないらしい。甘くないらしくて、下に蜂蜜を。まあ、日本で食べれないんですけど、これ今から食べます。さっきのスタートのところからめっちゃ近いでしょ。めちゃめちゃ近かった。遠回りしたけど。生肉。生肉です。これだから日本に持って帰って食べちゃったら、もうこれもんのこれもんのこれもん。これがめっちゃ買いましたね。海苔買ったね。これクソ邪魔だよこれ今からだ。これ何お土産にくれたの。めちゃくちゃ邪魔だよ今。あ、そう、お土産これくれました。海苔買ったら海苔お土産でくれたの。海苔に海苔のお土産巻きになる。でも海苔がさ、一個ずつ全部味違うから全部違うんだよ。そう、海苔どんだけあっても嬉しい。じゃあ新しい海苔食べれるの嬉しいね。そうでしょ。これで衛生があるのかな。パリ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 海苔ね。海苔で全種類比べてみたやつ見て。あ、いいですね。衛生をしながら全と同じ音でしょ。全部かもしれないよ。暑さとかさ、乾燥具合とかあるから。パリパリ以外の音ないでしょ。にしてユッケサメッチ。サメッチ。サメッチ。これ美味しそう。これとこれとこれ食べたい。あ、そうね。じゃあワンツースリー行きましょう。なんか当たらない怖い。これはさすがに生じゃないっすよ。全部なのです。全部なの。え、嘘。これもそれは牛刺し。これを細かく切ったのが、まあ、これって言ってくれればいい。でもこっちの方がいい。でもこれはね、前回食べたんだけど、はい、これを食べるとこっち食べたくなっちゃう。あ、これおでんだもんね。え、おでんだもんこれ。おでん。おー、よーし。来ました。え、この下のシャキシャキが下に入ってる白い。
ル？違うんだな。分かったら楽しいね。シンキングタイム。初戦だよね。どんぶりが来たらこれを。甘いんだよね。食べたことあります。あるはず。カメラ。いただきます。これが生レバー。吸い付く。やめていて。持ってきてるやろ。吸盤やばい。いきます。いただきます。やべえね。これです。うまそう。マユッケと。いただきます。幸せが舞い降りました。どういうの、これ食べてみて。この大根みたいな、本当に何か、本当に何か、キュウリ、マジリンゴ。何ですか。リンゴ。人数が多くて、こじからさんたちの方は見つけられたんですけど、ナナたち見つけられなかった。じゃあタクシーで行ったら声かけてくれて、どこ行きたいんですかって、ここ行きたいですって言ったら、教えてあげますって地下鉄教えてもらいました。優しい。こっちの方が多分早いです。頑張りましょう、勝負。ユニコーン。マジか、 TikTok なわけは。始めまして、あげさせようって感じです。ということで本田駅着きました。やばくね、これ本当にすごい。見て、この人すごい、 71.1M も行ってる。いいね。おめでとう。ここから歩いていきます。ここはですね、渋谷です。本当にニューバランスめっちゃされおつ。今度こちからさんが連絡ないんで、多分こちらが早い気がする。勝手に競争してみた。かわいい。プチヒマになる。やば。公益大学めっちゃでかい。ミッケー。目印だよ。また韓国限定のグッズ買おうと思ったんですけど、ちょっと悩んで、多分まあ最終的に買います。1個東京で見たことない、いつも私ユズストラスって頼むんですけど、ユズストラスじゃなくてこれ、色がすごいやつ。もう飲んでるし、めちゃめちゃ美味しい。ただ、こんにちは。ね、電車できた。電車できました。なんか優しい人が教えてくれて、ここ、ここ、あと4つ、3つ、ここ行って、こう行くのって教えてます。3回乗り換えてる。そうですか。2回で来れた。俺らはね、タクシーでね、元年。元年。みっちり30分寝ました。みっちり30分寝て、で、はい、降りて。で、お金払って降りたら、違うとこ。こういうど真ん中みたいな。ど真ん中みたいな。タクシー、はい、タクシー高いよ。1400ウォン。1400ウォン、日本円の方です。
ね。これから本で行きたいと思います。行こう。本でリング。